サブミッションをクリアしていくんですけど、まあ、とりあえずまず金木の居場所から。これ確かやったんだよね、ヒデ。話長いんでとりあえず消化ね。あー、これやってないな。十蔵じゃん、行こう。あ、木島だ。見つかるかな。見つかったら鬱陶しいんですよね。あ、このゴミ箱の鍵には絶対見つからないパターンか。あれ、珍しい、この時間に人がいる。うん、この千鳥の岩よくできました。あ、そういや、縫ってたな、あいつ。リーの方であったっけな、全然覚えてないんだけど。なかったような気がする。いや、あったような。あと2列ほど行ってみましょうか。自分の体を縫っている。痛くないのか。ん、誰かいるです。まずい。そこのあなた、僕お会いしたことあるです。まさか匂いで僕はグールだとわかるとか。大丈夫、僕はただ変なやつに絡まれてそこから逃げるだけだ。おかしいのはあいつの方だ。あー、待ってください。顔と声をよく確認させてください。あ、逃げるんだね。あ、追いかけてきてる。あれれ、そのマスクはどなたでしたっけ。まあ誰でもいいですね、グールなんて。どれも一緒です。せっかくですからボディステッチして、個性を出してあげます。くっ、お断りだ。僕今はクイーン系持ってないんですけど、代わりのおもちゃは持っていますから、これで我慢してくださいね。え、戦うのかーい。これレート上がったりするのかな。わお、おい、銃持ってんぞ。恐ろしいな、やべ。あー、全然大丈夫か、この辺りは。まあ、スキル使われたとしても多分大丈夫でしょう。回復取っておこう。このさ、戦い方、ずーっと右にこうパッ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 って移動していちいち丸を押す戦い方やってると、なんかコントローラーの認識だんだん悪くなってきてるような気がするんだけど、1個のボタンしか押さないし、すげえ常にカチ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 はしてるから、柔らかくなってるような気がする、ボタンが。でもまあ結構効率いいよね、攻撃するに対しては。敵をブレイクさせようと思ったらなかなかなんだけど。うかく湧いてんな。まあ勝ったでしょ。おっと、殺しがいがありそうですね。はい、オッケー。うん、思ったよりやる程度ですかね。この人、痛覚ってものがないのか。あ、でもこっちの腕外れてるみたいです。これじゃあちょっと動かせませんね。え、外れたって脱臼してるのか。なんだか底知れない人だ。相手をするのはやめておこう。あれ、もう帰っちゃうです。まるで友達に呼びかけるような声が飛んできたが、僕は返事をすることなくひたすら走り続けた。狂気の銃痕、わしは得したスキル、敵と自身に5秒間集結して、敵と自分にも、マジか。でもこれなかなか攻撃通らなかった木島とかなら有効なのかな、わかんないわ。あー、またアキラか。ちょっとアキラ行ってみますかね。サブミッションいいな、なかなか面白い。おや、君は先日の、あ、この間の CCG の捜査官。やはりそうだ、先日の少年だな。その節は世話になった。君のおかげでいい花屋が見つかった。利用させてもらっているよ。感謝しているか。グールである僕に捜査官だったというアキラさんのお父さんが感謝してくれるかどうかはわからないけれど、今日もいい花が見つかったものでね。これからも手短に墓参りに行ってくる。父も母も喜ぶだろう。父も母も。自慢ではないが、私の母も優秀な捜査官だったと聞いている。両親ともに私の誇りだ。やっぱり両親ともに捜査官で、自分自身も捜査官。グールにとっては天敵と言ってような一家だな。すまない、自分の話ばかりしてしまったな。私はただ先日の礼を言いたくて呼び止めただけだったのだが。あ、いえ、お気遣いなく。せめてもの礼に君にも少し花を分けてやろう。今日の花は仏花ではないから、墓参り以外にも使えるぞ。恋人にでは送るといい。恋人なんていません。
では母親にでも送ってやれ、花が、あ、着る女性はなんていないとかそういう感じかな。送ってあげたくても僕には母親がいたかどうかもわからない。すまない、余計なことを言ってしまったようだ。君も母親を、まだ若いのに大変だったな。だがそれならなおさら花を持っていけ。母親の墓前に飾ってあげるといい。では失礼する。ふう、事情を詮索されなくてよかった。なんとなくだけれど、アキラさんに僕はグールだと、あの人の敵だとは知られたくないな。墓参りか、グール捜査官からもらった花で父さんや母さんが喜んでくれるかどうか不安だけど、花には罪ないもんな。店長から店の花瓶を貸してもらおう。ヤツル頑固回 10% 回復。あー、なるほどね。暇つぶし、あー、これやったような気がする。負けたん、いや、これ勝ったの、これを勝って、ほんでまたもう一回とか言ってきたやつで負けたんだよな。まあこれはサクッと勝ちましょう。まあ負けないでしょ。サクサク削れるな。はい、言っちゃ悪いけど弱い。で、トーカの友達、おっと、またか、また君か。僕は暖かい日差しを感じながら公園内を歩いていた。特に当てがあるわけでもないが、息抜きというやつだ。え、あれってトーカさんかな。どうしたのヨリコ。トーカ目でけえ。今日授業でね。へえ、確かトーカさんは学校に通っているはず。ということは学校の友達だとしたら、あんな顔のトーカさん初めて見た。トーカちゃんの分も。ええ、そんな気使わなくても。でもそんなに笑顔で話すほど楽しい場所なんだろうか、学校というところは。たわいもないことを仲良く話すことができる友達がいるというのはどんな気分なんだろう。じゃあね。じゃあね、これありがとう。うん、また明日。トーカさんは友達から何か包みを受け取って公園を立ち去っていった。僕も帰るか。夕方になり、アンテイクに戻った僕は客足の少なさを見計らってゴミを出しに外へ出た。トーカさんと人間の女の子が共に歩いている光景を見てからというもの、人間の友達というのはどういう感じなんだろうか、気になって仕方がない。友達というものに無縁な人生を送ってきた僕にとっては奇妙に近かった。僕もトーカさんみたいな人生を歩めたら、あんな風に楽しく笑えるのだろうか。と、いけないいけない、ゴミを捨てに行かなきゃ。ゴミを抱え、ゴミ置き場に向かうと、そこには見覚えがある姿があった。トーカさん、どうしたの、こんなところで。あんたいたの。トーカさんは口を押さえ、体調が悪そうな表情をしている。前も似た状況を見た気がする。ん、もしかして体調悪そうだね。もしかして人間の食べ物でも食べた。悪い、いや悪くはないけど、どうしてそんな無理して食べるのか気になって。別にあんたに関係ないでしょ。なんだこの袋。拾い上げた袋には見覚えがあった。確かこれはさっきトーカさんが友達から受け取っていた包みだ。これ以上食べるのやっぱり良くないって。これ捨てて。触んじゃねえ。うるせえんだよ。私だってな、美味しく食べてあげたいんだよ。好きでこうしてるわけじゃねえんだよ。まずい。尺に触ることを言ってしまったみたいだ。来る。まあ、勘に触ること言った、あれだね、リオが悪いよね。察しろそこは。ちょっとこれ強いのかな。そんなことなかったわ。普通に攻めましょう。なんでトーカの浮かくは片方短いんだっけ。そんなあれあったっけ。
ストーリーっていうか裏話っていうか、なんか片方短いな。はい、また勝っちゃった。怒ったトウカさんをなんとか止めることに成功した。トウカさんが無理をしてでも食べていた理由が分かった。大事な人が思いを込めて作ってくれたものを無限にするわけにはいかない。その思いに失礼なことをしたくないから、ああやって苦しみながらも食べてたんだ。ごめん、何も知らないからって失礼なこと言ってたんだね、僕は。ごめん。あんたは何も知らなくて当然でしょ。謝るのはこっち。少しムカついてあんたに当たっちゃってたし。いいんだ、気にしないで。あ、そう、なら気にしない。トウカさん、よければ僕もそれ食べてもいいかな。食べれるの？自信ないけど、一人で食べて、体調崩すよりいいんじゃないかな。食べすぎて体調崩したら、あの子も心配するしさ。いや、どうしても一人で食べたいって言うならいいんだ。ごめん。別に謝る必要ないっての。ちょっと昔を思い出しただけ。トウカさんは少し微笑みながら、包みの残りを僕に分けてくれた。それは僕らの味覚に合うものではなかったけれど、少し温かい気持ちになれた。うぇい。さてと、あーやとには勝てないんだよなあれ。ということで次に進みましょう。まあメインストーリーの方サク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 飛ばしていきたいんですけど、次ルチか。再戦。なんで再戦なんだ。おかしいだろ。なんでリベンジって、これ普通になんか友達みたいな雰囲気で終わんなかったっけ。おい、ん？この人は確か。また会ったな。どうも。そう構えるなよ。前にお前と戦って思ったんだが、お前結構強いな。なんかこう相手の次の動きをよく見て攻撃してくるあの感じ、よければ俺に教えてくれ。頼む。教えてくれって言われても。だったらこれならどうだ。突然2つの腕が交互に襲いかかってきた。視認できる速度のおかげで避けるのは容易だった。ちょ、いきなり何を。悪いな、俺もあいつらみたいに早く強くなりてえんだ。力ずくでも見せてもらうぜ。来いよ、俺は強いぜ。俺は一回レベル上がってもう一回やり直してるから強いぜ。班長こんな顔だっけな。まあスキル貯めなくても全然いけるな。普通の通常攻撃で、まあ、この辺りは攻撃スキル入れといてもいいかもな。サクサク進めたいし、ちょっとこの連打やるのも指が疲れて仕方ねえ。あれ、おっと、はあはあ、この人なんでこんな必死なんだろう。僕みたいに取り戻したい何かでもあるのかな。さよなら。次こそは勝つからな。いい笑顔だな。確かに僕も戦ってて楽しかったし、僕も見習おう。敵またはプレイヤーが使用する出血ステータス系スキルに耐性を付与。あーなるほど、キジまで使えそうな。あ、なんかある。あ、稽古か。これもやったね、確か。なんか、ヨモにも引けを取らねえぜ、みたいな感じで、ニシキに言ってた。ニシキ、後ろにヨモがいて、ニシキ逃げるんだよな。用事がある、つって。最高。あー、若干強いかもな。はい、あ、まあ、一応回復打っとこうか。次ラストぐらい。あれ、おっと、その戦い方を忘れるな。それでいい。はあはあ、なんとか勝ったけど、ヨモさんは息も切れてない。でも認めてもらっただけで少し強くなれた気がする。死ぬなよか。そうだな、そのためにも僕はもっと強くならなくちゃ。覚醒の衝動、敵のピースを破壊するために自身の体力が1%回復。
ああ、これワンチャン使えるかもしれないな。パッシブでしょ、それで。これいいじゃん。回復するし、敵のブレイク毎回してたら得だしね。いいね。で、これもサクッと飛ばして、あ、これなんだっけ、ルチを打線したんだっけな。まあ、先制攻撃だよな。あれこんな感じだっけな、全然覚えてない。なんか入れよう。覚醒の衝動、これだ。これ入れてちょっと回復を、さっさと進めたいんでね、攻撃にしよう。これまあここら辺ならまだ大丈夫なはず。いや知らんけど、なんだっけ、リン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 だっけな。オッケー、この一撃に全てを。リン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 、この一撃に全てを。リン、いやリンじゃねえよ、ううか。この一撃に全てを。うかく出ろ、うかく、ううオッケー。さあラスト、この一撃に全てよ。やったぜ。あれこれなんか負けなかったっけ、前回勝っちゃったんだけど。あ、そんなことなかった。無防備な体勢となった。空気が変わった。ルチが少しずつ距離を縮めてくる。てめえの力量がどのくらいかよく分かった。眠気覚ましにちょうどいい運動になったぜ。うっ、突然間合いを詰められて腹に一撃くらい。耐えきれず僕は膝から崩れ落ちた。周りの手下はその様子をニヤニヤと眺めている。手を出す必要もないということか。努力賞ぐらいはくれてやってもいいぜ。はっ、うわ、ほらねんねしな。まだ立てるのかよ。へえ、ちょっとは楽しめそうだな。くっ、おら、ぐわ、そろそろマジで寝ろよ。おい、金木だよね。で、まあ、こっから飛ばしてもいいかな、見たし。まあ、それなりに、まあ、勝ったとしても、そこまでルートは変わんない感じかな。あれ、あの子。あ、そう、ここからあれだよね。ひなみと初めて会うんじゃなくてって感じになっちゃうね。なんだよ、知り合いなのか。うん、前に町で会って。彼女金木さんと知り合いだったのか。いや金木くん、邪魔しているよ。でこっからは同じか、まあ、スキップできないところが来たらまだ見てないストーリーっていうかセリフっていうかね、そうなんだろうね。で木島にメールで送って、どうやったらそんなに強くなれますか。何も言わない。金木のことを話さないにしたんだよね。あー、ここか。2個。はいかイエスで答えなさい。考えさせてください。あー違う、これ違うルートだ。もう何よそれ、私だって暇じゃないんだから。ムードがしらけちゃう前に決めてよね。それまでこの待ってあげるわ。わかりました。ジェイソンの遺品。あー待って、これ銃蔵がいるんだけど、ここ、あー、これもうここなんだ。これずっと勝てないんだよね、この姉さんって誰。稽古クリアしてるね。あー銃蔵か、一回ここでセーブしようね。まあ銃蔵とも戦わなくちゃな。とりあえず月山のとこ行きましょう。これはこれは、こんなところで会うとは奇遇だね。月山さん、すぐ近くに来るまで気づかなかった。どうもこの人苦手なんだよな。僕の行きつけの喫茶店に行こうと思うんだが、君はどうかな。あれ、これ読んだような気がする。読んでなかったっけ。読んでないな。わかりました、ご一緒させてもらいます。ドルチェ、それでは行こうか。
アンテイクでしょこれ、違うのかな。元気にしてたかい、少し顔色が悪いようだけど。な、撫でられた。ホモ、ホモだな。そんな態度を取られると傷つくな。別に取って食べようっていうわけじゃないんだから。嘘つけ。つかみどころがない人だな。錦さんやトウカさんからは悪い話しか聞かないけど、どういう人なんだ。いいね、いいね。その警戒心丸出しな目が、周りの人間は信用できないかな。どうしてそんなことを。君は妙に尖ろうとしているように見える。でも尖りきれてないようだね、うん、おや、だんまりかい。それならそれでいいんだけど、僕としてはどうでもよいことだし。でもまた君に会えてよかったよ。何かご用ですか。また会いたいと思っていた。それだけの理由じゃダメかな。いいね、いいね。その釣れない感じたまらないね。そそられるよ。無視しているのに全く気にした様子がない。ないな、ますますどういう人かわからない。でもこのペースに巻き込まれていく感じはなんだ。そんなに警戒しなくてもいい。警戒させているのはあんただろう。もしかして僕は怖い。怖いなんて言いたくないか、男の子だからね。くっ、すまない。気を悪くしないでくれたまえ。侮辱するつもりはなかったんだ。君の反応が新鮮だからつい。君が金木くんの友である限り、僕もまた君の敵になることはないよ。金木さんに、浸水してるって感じやな。月山さんにとってそれだけ金木さんは大切な存在ってことなんだろうか。僕はね、金木くんには誰にも汚されず美しいままであってほしいのさ。あのままの姿、細胞のままで。どういうことだ。要するに忠誠を誓っているということだろうか。とはいえずっとそうあってほしいというわけじゃないよ。美味しくいただくその時までね。いただく、食べるということか。か、え、金木さんを。そういうわけだから頼んだよ。くれぐれも金木くんを汚さないでくれたまえ。まあ君が彼をより美味しくしてくれるっていうなら話は別だけどね。何を言ってるんだこの人は。じゃあ僕は伝えるべきことは伝えたから、これで失礼するよ。また会うその時まで。なるほど。何なんだあの人。食べる、グールを、仲間を、金木さんを。その時まで美しいままでってどういうことだ。変な人だ。継続治療10秒間体力を。あー、でもこれはあれだな、介護官だな。よし、とりあえずこのパートで終わりますか。ではまた次回の実況でお会いしましょう。